も君に会えていい日になった。なんだ、深海の深い深い海の底で、海の底で旅しようぜ。そんな曲です。ミラーソシミノサンマン。潜水艦に飛び乗って、潜水艦に飛び乗って、単身旅に出たいよ、単身旅に出たいよ。ロッカレッジまでの開放権鳴らせ、1から6までの開放権鳴らせ、それが出発の合図さ、楽しい旅の始まりさ。見られそしみのサンマリン、見られそしみのサンマリン、見られそしみのサンマリン、見られそしみの。寄ってますかい。今日飛ばしていくぜ。汚い心のやつは乗れないよ、汚い心のやつは乗れないよ。そういう設定にしたなら僕だけ乗れなかった。見られそしみで歌っているけどさ、見られそしみのアンプじゃないんだね。こういう歌って変だよね。求めていたのはこれなんだろう。見られそしみのサンマリン、見られそしみのサンマリン、見られそしみのサンマリン、見られそしみの。見られず自由のサンマリン、見られず自由のサンマリン、見られず自由のサンマリン。 Oh yeah。 楽しいね。潜水艦の旅は続く、楽しめよ。潜水艦の旅は続く、楽しいね。潜水艦の旅は続く。久しぶりにトップで、トップで楽しかったですよ。ありがとうございます。ビンで全然いやーね、そうなんかね、もうかぶってきてハズレはないですね。ハズレはない。ヤオヤの仕入れ僕初めて見た。ほんまですか。あれ深くかぶってヤオヤさんで働いてるんですか。そうです、ヤオヤで働いております。マジっすか。黒もんとかあの辺に。いや嘘です、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、嘘です。いや、このなんか八百屋っぽい帽子やから八百屋さんって言われてるんですよ。そうなんですよ。お疲れ様でした。今日でも、今までの中では久しぶりに、みんなが真剣にこう曲を聴いてくれて。そうなんですよ。普段真剣に聴かないんです。普段みんな、なんかそうそうノリノリっていうか、こう、あ結構聴いてくれんねやって。結構こうリズムに乗る方が多いけど、今日は歌詞をみんなこう聴いてくれて、うん、そうそう。もうツーサロク君もプレーについてね、山田さんみたいなおしゃれな、でもね、ちゃんとプレーも見てもらって、すごい嬉しいですね。ちゃんと見てもらえるっていう。でもちゃんと見てもらったら表紙抜けちゃう。そうですね。どうしていいか分からない。そうそう、あこういうやつだこういうして、俺ももう一個攻め方あってこっちでいったらよかったなっていうやつもあるんですけどね。あ、ね、あみんなちゃんと聞くなよほんまに。ちゃんと聞くな。かっこよかったけど、かっこよかったですか。かっこよかった。まああれ4月6日、はい、これちょっと別世界の魔物3っていうのをします。
はい、小引正文さん、豊田ボンさん、玄華さん、僕、山添氏ですごいメンバーだ。はい、あのカバーを3人がしてくれます。僕はもうしないです。そうです。なんかでも頑張ってしようとは思ってます。前、まあ、前やった曲2曲ありますんでね。あと玄華さんの1曲やって終わりかな。でもライブ自身、ライブ自体は僕が一番いいと思うんで、うん、もうそこは見せるとこは見せるね。見せるとこは見せますよ。楽しみにしてます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の心は安物のアルミニウム、へっこみやすいけどリサイクルもできる。都合がいいのは皆さんも一緒ではないか。格好の悪い世間をからすかアホとなく、関係を知った少年も大人になって、上司にペコペコ引かずにも頭を下げて、出てこいよ世間様、あんたきつすぎる。いつか街を歩く猫の親子を見たんだ。うまく説明はできないが、幸せな気分だね。どこかに一粒の涙、落っことしても大丈夫さ。歩く学生さんにちょっとジェラシー感じのさ。僕の心は安物のアルミニウム、へこみ安いけどリサイクルもできる、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 リサイクルもできる。ありがとうございます。ちょっと待って、忘れとった、俺リズム感ない、忘れとった今。分ダメなんですよ、もう僕は自分で作って、あ、この曲ちょっとエロいかなと思ってるんですけど、ちょっと変わったタイプの「シュールなる夜」という曲です。聴いてください。何もかも
優しく噛みついてあげるからさ。そうですね。もうね、これでノエと長瀬が1本で結ばれる。ね、180円って安いですね。まあ僕はやっぱり、ま、あのベアーズカフェさんでお世話になって、はい、初めて来たのが何年ぐらい前ですか。結構前ですね。結構前ですね。5年ぐらい。まあその時から計画して、やっぱりうちから1本で来たかったんで、はい、あの貨物はちょっと。はい、その線にしようぜ。あ、運動しはったわけですね。いや、もう僕がお金出しました。あ、なるほど、はい、買い取りました。あれ施設です。あ、施設なんですね。はい、施設です。そうか、じゃああれですね、最終もうちょっと遅くしてもいや、いろいろ経費がコストがかかりますから。あ、なるほど。はい、もうそのうちもあそこ電車走らさんと、はい、人力で自転車で移動してもらうことにします。なるほど、画期的な交通、線路だけ提供するみたいな。もう線路ももうあなくなる、はい、ああ、だったら道ができないんだけどバイパスがあの自転車線路で。なるほど、なるほど。身のない話やな。あれ、ほんまに一本で行けるんですか。もう乗り換えとかなしで、腹手で乗り換えなしで、はい、来れます。JR 長瀬まで。東京まで東大阪から乗り換え1回で行ける。新大阪で1回乗り換える。え、それってすごい、うん、今日乗ってたそう言ったらそうやと思う。まあすごいですね、うん、まあ鹿児島もそうやけど1回、うん、まあですね、1回乗り換えに行ける、うん、新大阪で、うん、神戸もですよね。まあまあまあ、そうですね。西明石もです。岡山もだんだん中途半端。岐阜羽島も今まで梅田まで行って、そうそう、新富士から出会えなかったけど、うん、田中さんは、6月の8日にワンマンライブが、マンナンライブ、マンナンライブのこんにゃく畑が、ワンマンライブが6月8日です。絶対日にちは間違いません。よろしく。一回6月言ったのに5月言いましたね。はい、なんて言うんですかね、まあ、英語で言うと5月です。なるほど。すいません、ついついちょっと帰国子女が。すいません。身の前話ばっかしやな。よろしくお願いします。いや、でも実際はね、いっぱいいろんな音楽以外にもね、ちょっと大きな活動もいろいろされているので、ね、田中悟さんのツイッターとか見てもらえば、日々いろいろと手袋と間違えて靴下持って行ったこととかいろいろつぶやいてはります。大変でした。はい、さあ、ではでは6月8日よろしくお願いいたします。8日ですね。
もかもが僕を置いてきぼりにしてく気がついたらもう誰もいない。あの時だってそうさ振り返れば何もない。優しさだってそうさ何も残らない。傾いた路地の影消えかけの五線紙誰かが飲んで捨てた空き缶のサビ。ねえ僕らをどこかへ連れて行ってくれないかい。行き先などわからなくていいから。ねえあの子とどこかへ連れて行ってくれないかい。行き先などわからない方がいいよ。淡い夢を見てたい。真夏僕は病んで汗の中で夢見た。追いかけたら幻かかと突き刺さる。あの時知ったのは星空闇雨風。あの時知ったのは揺れる瞳と君。泣き止まないセミの声真夜中の自販機。誰かが取って捨てた月月のおさび。ねえ僕らをどこかへ連れて行ってくれないかい。昔の記憶未来の果てどちらでもいいよ。ねえあの子とどこかへ連れて行ってくれないかい。幸せだけ幸せだけの国へ飛んで行けないの。
眠る直前のスマホに社会の愚痴がこぼれた。無責任上司の圧力、人手不足の毎日、古い美徳はもうたくさんだ。時代遅れのこの国、働くことばかりがあなたの全てなのか。変わる勇気なくではない、わかっている。働くことばかりで忘れたものはないか。生きる意味はどこへと向かうのか。曲もちょっと今度作って全然でもまあ全然いいと思いますけど、ね、僕は僕でいいんですかね。いいと思いますよ。大きなライブが終わった後でお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。これからはちょっと曲制作になる。そうですね、曲を作っていって、バリエーション、豊かなライブをね今後も、やっていこうかなというふうに思ってますので、はい、CD 新しいのを作ります。13日。これ一番新しいやつですね。一番新しいです。はい、よかったらね、また皆さん、はい、よろしくお願いします。まだよかったら、はい、してください。はい、お世話様、よろしくお願いします。ありがとうございます。
私の大好きな特等席、大人になって困らないように叱ってくれた母、涙流した時はずっとそばにいてくれたね。素直になんてなれなくてごめんねと言えず、喧嘩が絶えない日もあった。Thank you.
だ甘えていたい。これからは自分のためにもっと生きてください。青い
月に見守られ巡り会えた僕たちはきっときっと古の言葉さえも越えてゆく言葉さえも越えてゆけ。
日はいつも僕たちを苦しめて、励ましては輪郭がなんか髪の毛の状態とか、あ、めっちゃこれ桑名正宏に似てきたな。息子って言って詐欺してる。詐欺してる。僕も名乗り出るんですよ。とりあえずは有名にはなれるかも。あの人より絶対歌うまい。いや、あれ、今日やったピアノの曲はピアノで曲を作ったってこと。そうですね。あの映画の歌はいいですね。本当ですか。なんかちゃんと物語がこう入ってきます、ね。ああ、ありがとうございます。なんかちょっと物寂しげやけど、最後ね、こう映画完成する時のことも、でもすごい入ってきますね。いや、そうですね。いい感じでね、やっていただきました、ね。楽しかったです。今年 CD 作るっていう、はい、もう有言実行しないとね、そろそろ。もうずっと言い続けてできてなかったんで、うん、はい、今年こそぜひ、はい、もう楽しみですね、はい。あとライブはどうですか。はい、ライブはとりあえず4月21日に、はい、ここベアーズカップ、ありがとうございます、やらせていただきます。ありがとうございます。で、まあ、路上もやってるということで、ね、そうですね、ちょっと冬の間はお休みしてたんですけど、ね、あ、冬の間やってた、やってなかった、あ、やってなかった、お休みしてた、お休みしてた、はい、じゃあまた今から、そうですね、また徐々に、はい、はい、いろんなとこでやらんですか。いえ、あの、某駅でやらせていただいてます。はい、ということで、そんな感じですか。そうですね、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。毎日が
がきっと続けばいい。Yeah.